こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 今月僕が買って良かった服ベスト5ということでお届けをしてみたいと思っています。普段のですね、チャンネルではユニクロですとか GU を使った割とですね、リーズナブルなお洋服をご紹介することが多いんですが、まあそういったものをですね、僕自身も愛用しているんですけども、もっとコアなですね、自分自身のこう趣味満載のアイテムもですね、ちょこちょこと買い揃えてるんですね。まあそういったものはですね、普段は YouTube のメンバーシップチャンネルの方で 随時皆さんにご紹介してるんですが、こちらのですね、無料版の YouTube の方でも月1ぐらいのペースで皆さんにご紹介をしたいなと思っていますので、ちょっといつもの動画の傾向とは違うようなアイテムになってくるかなと思うんですが、ぜひ今後ですね、初級者から中級者へとステップアップする上で、今回ご紹介するアイテムというのは結構楽しいものが多いかなと思うので、最後まで楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの業をですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったら、 チャンネル登録の方もよろししくお願いしますそれでは早速い,ってみましょう、はい、ということで、ここからはですね、具体的に今月買って良かったものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、スニーカーを買ってしまいました。まあ、早速ご紹介したいなと思うんですが、 もうね、結構スニーカーは好きで色々と買うんですね。で、ニューバランスはですね、まあ、最近旬なアイテムとして、僕も普段のですね、動画の中でも皆さんにお伝えもしていますし、僕自身プライベートでもよく履いているんですね。で、まあ靴ってそんなにたくさんあっても、正直うまく回すことができないので、全体量はあんまり増やしたくないっていうのが本音なんですね。ただですね、ニューバランスの悪いところというのはですね、一足買うと、また他 他のものも欲しくなってしまうというところなんですね。で、最近はですね、ニューバランス勢いがめちゃくちゃありまして、もう定期的に魅力的なモデルが ガンガンと投入されるので、どうしてもですね、こう物欲が刺激されてしまうんですね。そこで今回ですね、購入してしまったのがですね、こちら。モデル名はですね、2002なんですけども、そちらの RXA というモデルなんですね。これ正直ですね、僕は2度ほどですね、思いとどまってスルーをしたんですね。一番最初にですね、エディフィスの丸の地点でこちらを見て、 これめっちゃかっこいいなと思ったんですよ。ただですね、僕はちょっとスルーせざるを得ない理由が一つありまして、それはなぜかと言いますとですね、2002は僕はもう一足持ってるんですね。それがこちらです。 これはですね、もう今から1年半ぐらい前に購入したものなんですが、たまにですね、YouTube の中でも出てきたと思うんですね。これはですね、結構履きましたね。これもですね、一番最初に見たのは、銀座の ABC マートかな ?ABC マートのですね、ちょっとこう特別なラインと言いますか、スタイリッシュな雰囲気のですね、ABC マートが銀座にあるんですが、そちらで見て、いいなと思ったんだけども、買い逃してしまって、どうしても欲しくて、スニーカーランクでちょっと値段張ったんですが、購入したのは、 こちらなんですね。これを1年半ぐらい履いて、めちゃくちゃ履き心地もいいし、気に入っていたんですが、まあどうしてもこれ欲しくて、同じ2002なんですが、買ってしまいました。どちらの 2002R に関しても、グレーなんですよ。ただこちら見ていただきたいんですが、グレーの中でも、ちょっとこうオリーブとかカーキのような、少しグリーンが混ざったような、まあ絶妙なグレーなんですね。まあ 2002R、これ復刻されて、まあ人気モデルとして、結構2回か3回ぐらい。 最近もですね、再販されてるかなと思うんですが、まあこれが王道的なカラーだと思います。まあ最初見た時に、まあちょっとですね、なんだろうな、オリーブっぽさもあるグレーで、 かっこいいような、ダサいような、絶妙だなと思ったんですが、まあその感じがですね、病みつきになってしまうということで、まあ実際に買ってみたんですね。まあ履いてみてですね、感想としては、まさにそのこう、やぼったさを感じるところが癖になるというところで好きではあったんですが、今回ね、ちょっとこう気になったこちらなんですけども、ちょっと2002の中でも価格がやや高いんですよね。こちらがアジア生産で16000円前 こちらは確か2万円台中頃だったと思うんですね。価格も1万円ぐらい高くなっていることもあって、やはりですね、細部の作りはかなり成功になっていまして、まあ、一番の特徴はここ見ていただきたいんですが、ゴアテックスという形で書いてありますよね。こちら機能的にはですね、ライニングにゴアテックスを使用しているので、 雨の日でもある程度安心感のあるようなシューズになってるんですね。そのような機能性というところも一つアップデートされているというところはあるんですが、僕にとってそこはそんなに重要ではなくて、このグレーの深さのある色味ですね、まあ。ダークグレーとミディアムグレーの中間ぐらいの色味。これがめちゃくちゃ色合いが好きだなと感じたんですね。ところどころにですね、こういったブラウン系の色味が使われていたりだとか、あとはソールを見ていただきたいんですけども、ちょっとこうエイジング加工を みたいな形になってるんですね。まあ、すでに外で履いてはいるんですが、最初っからですね、ちょっとこう、良い意味でですね、くたびれたような、使い込んだような雰囲気にソールが加工されているというところ、ここもすごくいいなと思いました。まあ、表面はですね、ピックスキンのこう、ヌバックですね。このですね、ちょっと希毛感がある素材の風合いもめちゃくちゃ品があって、個人的にはこれは買っとかないと後悔するなということで、 結局ですね、なかなかもう店頭では買えなかったので、これまたスニーカーダンクというですね、アプリを使って、ちょっと定価よりは高くなってしまったんですが、もうしょうがない。購入しようということで、今回こちらを新調させていただきました。まあ、個人的な感覚としては、すごくハマっています。まあ、グレーの中でも、ちょっと深みのあるというところで、僕の持っているニューバランスの中でも、ちょっと独特な立ち位置で、差別化ができるなと思ったので、これを購入したわけですね。そうなると、こっちの活躍 価格する頻度がですね、だいぶ下がってしまうので、まあ、こちらはちょっと手放すか、まあ、事務所にアーカイブとして置いておくのか、ちょっと悩んではいるんですが、まあ、こちらにですね、ちょっとバトンタッチということで、2002、今後はですね、これをガンガンに履いていきたいなと思っています。本当にですね、ニューバランスのシューズは今勢いがありまして、どんどん新しいモデルですとか、復刻版というか、かつて出ていたモデルがさらにアップデートして、改めて発売されるということが増えていて、まあ、見逃せない点かな 思いますぜひ皆さんもねニューバランススニーカーを履くだけで着こなしがベーシックであっても旬に見えたりだとかトレンド感が加わったりするので気に入ったものがあったらねぜひ1足2足ぐらいをですね持っとくといいのかなと思っていますということで1足目は2002のゴアテックス仕様でした続いて2点目に購入して気に入ってるアイテムなんですが実は先ほどから着用しているですね こちら T シャツなんですね。ちょっと立ってみたいと思います。もうこのね、これから秋冬ということで、冬に差し掛かる手前にですね、半袖の T シャツを買ってしまったわけですね。はい、ちょっとジャケットも脱いでみましょうか。僕はこのような白地にですね、プリントしてあるような T シャツが大好きで良いものが見つかったら季節を問わずにですね、ついつい購入してしまう癖があるんですね。僕は今回購入したのは、 タンタンというブランドのプリント T シャツになります。このブランドはですね、2011年にタンノさんという方が立ち上げたブランドになっていまして、主にですね、白ベースのこのようなプリント T シャツをですね、リリースしているブランドなんですね。僕はプリント T シャツ大好きなんですが、一つこだわりがあるところといったら、白ベースのものが大好きなんですね。他にもブラックだとかグレーだとか様々なプリント T シャツがありますが、僕の中では T シャツ単体で着ることはそんなに多くなくて、この上にですね、 ね、例えばシャツを着たいだとか先ほどのようにジャケットを羽織るという前提でこのようなプリント T シャツを着るんですねその時に上に羽織るものが割とこうブラックですとかグレーですとかあとはブルーとかそういったものが多かったりするので中がホワイトの方が爽やかさがあるので白ベースのものが大好きでちょこちょことですね買い揃えているんですねこのタンタンの T シャツって結構どれもですね雰囲気的には共通項があってまずプリント自体は結構大きめですねドーと ププリリンントトがが入っていてててい写真家のの方が撮影ををしししたものをですね大きくプリントしてありましてちょっとこう、レトロ感があるというか、色が最初から合わせたような雰囲気に写真が仕上がっていまして、まあ、こちらにですね、ちょっと文字が入ってるというところが共通項ですかね。そして、後ろ、バックプリントもありまして、ここもね、なんか後ろから見た時にも、夏で1枚で着てもすごくいいなと思うポイントなんですね。まあ、非常にね、こう、大人の男性にも似合いやすいようなプリント T シャツになってるのが、個人的には く嬉しいいポイントかなと思っていますただ、サイズ感と言いますか、ベースとなる T シャツのですね、デザインのバランスとしては、僕の体験にはですね、正直そこまで合わないなという印象がありまして、まあ、僕は身長164センチ、53キロと小柄で痩せ型なので、なかなかちょっとサイズ選びが難しくて、まあ、今回は S を購入したんですが、割とですね、身幅に関してはそこまで大きすぎず、現代的なビッグシルエットの感じではないんですよ。袖丈もそんなに長くないです。 よね、で、着丈がちょっと長めなんですね。なので、実はこれですね、お直しに出していまして、4センチほど裾をカットしてるんですね。もうちょっと長かったんですよ。そうすると、ちょっと僕の体型で着る場合はですね、 ジャケットよりも T シャツが長くなってしまうことが多かったのでそこを調整させていただいたという形なんですね。まあサイズ感としては僕自身にはあんまり合わないんだけどもプリントの雰囲気だとかあとは重ね着のしやすさだとかそういったところを含めると非常に使い勝手がいいんですね。なのでちょっと買ってみたいなということで今回はお直しを前提に購入しましたがなかなか仕上がりが良かったです。ちょっと寒いのでジャケット羽織りますね。まあこのようなねジャケット1枚上に羽織っても やはりプリントがあることで、ちゃんとですね、着映えがするんですね。まあ、無地の T シャツの上にジャケットを重ねるのも僕は好きなんですが、やはりちょっとだけこのようなプリントが見えてるのも好きなので、非常に買って満足したアイテムかなと思います。襟元もですね、あまり飽きすぎていないので、ちゃんと上にジャケットを着ても首元がだらしなくなることもないので、まあ、重ね着に適した1枚かなと思います。まだまだ取り扱ってるお店、そんなに多くはないかなと思います。僕の中では、ビューティアンドユースだとか、あとはですね、 ショップ、そういったところで見ることが多くて、良いものがあったらですね、ちょこちょこと購入していきたいなと思ってるんですね。まあ、オンラインの方でも取り扱いがあって、最近ではですね、岡本太郎さんのですね、シリーズなんかもやっていて、なかなかですね、毎回バリエーション豊かで心惹かれるデザインが多かったですので、ぜひですね、ちょっとマニアックな選択肢ではあるんですが、淡々これからますます人気が出てくるような気がしているので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 続いて3点目に購入したアイテムなんですが、そろそろですね、秋物だけではなくて、冬物を検討しなくちゃいけないタイミングだと思うんですね。まあファッションの世界はどうしてもですね、実際の季節よりもちょっと早めにアイテムが発売されるので、本当に人気のダウンに関しては、 今購入するのでもう正直遅いぐらいなんですね。僕自身もちょっと焦っていて今年何のダウン買おうかなということで悩んだ挙句購入したのが今僕が着てるこちらですね。 はい。ちょっと立っていますね。ダイワピア39というブランドのですね、こちら、マルチポケットダウンジャケットというアイテムを購入しました。かなりダウンだけで僕は今年試着をしましたが、これがちょっとベストだなと思ったんですね。まあそもそもダイワピアというブランド自体が最近非常に人気が高くてですね、もともとは釣り具のダイワというところで、まあ、世界的にも有名なブランドなんですが、まあ、そのダイワがですね、アパレルを展開するようになって、結構最近では もう人気も定着してますねまあ、正直なかなか買えないイメージがあります人気が高くてですね発売と同時にですね売り切れてしまうことも少なくないので僕自身もですねまぁ、あ、1着は欲しいなと思いつつなかなか買えなかったんですがまあ、最近はですねちょこちょこと店頭で見かけてまあ、買える機会も増えてきたんですね僕はこれをですね有楽町のビショップで見まして一目惚れしましたすごいかっこいいなと思いましたまずはですね襟元ですねダウン と言ったら基本的にフードが付いてるものが多くて、まあ、カジュアルな印象も強いんですが、こちらはですね、フード付いてないです。最初からこうスタンドカラーのようになってまして、ちょっと襟が大きめなので、開けないとですね、このように襟がですね、柔らかくこう寝るような形になるんですね。この襟元の雰囲気がすごく気に入ったのと、あとは丸みのあるフォルムですね。 これサイズはですね、S ということで、割とサイズ感としてはゆったりめですね。で、お尻がですね、ギリギリ隠れるぐらいの竹の長さはちゃんとあって、丸みもあるというところで、まあ、ボリューミーなんだけども、大きすぎないというところが、個人的にはとても気に入っています。ブラックなんですけども、柔らかい手触りで、質感もすごくいいですね。まあ、チープな見え方がしないというところもいいし、あとはですね、ポケット、右にですね、横にこのようについていまして、左に関しては、 縦に2つですね、このようにポケットが並んでいるというところですね。この変則的なポケットの付け方も個人的にはめちゃくちゃかっこいいなと思いました。で、これダウンなんですけども、いわゆるですね、インナーダウンってあるじゃないですか。まあ、ユニクロとかでも展開しているようなインナーダウンがあって、そして、ま本気のですね、しっかりとダウン量が入っているような本気のダウンってあるじゃないですか。まあその2つがあったとして、その中間に通るのがこちらのダウンになってるんですね。 インナーダウンよりはしっかりめにダウン入ってるんだけども、 もう本当にガチのダウンに比べるとちょっとライトなので着心地も軽いしそこまでダウンが入ってないので気楽に羽織れるというところこれが非常にいいなと思いました、まあ、僕自身ダウン好きなんですが正直ですねガッツリめのダウンってオーバースペックのような気がしているんですよねというのも外にずっといる時っていうのはそんなに多くないんですね子供と一緒に公園で長時間っていう時にはやっぱりちゃんとしたダウンがあるとすごくありがたいんですが それよりも車で移動したいだとか、あとは電車で移動したいだとか、まあ、室内にいることもあったりすると、まあ、正直そんなに重たいダウンっていらないなという感覚があって、去年はですね、ダウンじゃなくて中綿のジャケット、そういったものだけでですね、乗り切ったらどうなるのかなと思ったんですが、実際全然大丈夫だったんですね。ですので今年もがっつりダウンというよりは、ちょっとですね、このようなライトなダウンですね、インナーダウンと本気ダウンの間ぐらいを狙ったわけなんですが、これはめちゃくちゃ良かったです。 ですね。まあ、価格帯もですね、本気のダウン、台話で買うと、本当に7、8万円ぐらいだったと思うんですね。 ちょっとダウンにそれはきついなと思ってたんですがこちらのマルチポケットダウンに関しては41,800円ということで決して安くはないんですけども最近はセレクトショップのオリジナルのダウンも結構価格が徐々に上がっていって4万円台のものも増えてるんですねまあそういったものと比べてもですねデザイン的には特徴があって今旬なダイワというブランドを実際に着れるということでは決して高すぎるということはないかなというふうに思ってますこれはめちゃくちゃゃく 気に入ってますまあ、残念ながらですね今在庫がほとんどない状態で同じものをゲットするのはなかなか難しいかもしれないですがまあ、このようなダイヤのダウンというところも今後選択肢の一つとして考えてみるのもいいんじゃないのかなというふうに思っていますはい、まあ、ダウンはねきっとこれからいろんなものが出てくるのでまあ、ちょっと癖ありダウンという形でこちらを選びましたがもうちょっとベーシックで使いやすいものもですね、今後どんどん特集していきたいなと思ってますのでそちらも楽しみにしていただければなと思っています 続いて4点目購入して気に入っているのがですね、今僕が着ているこちら。 スティーブ・アランというブランドのスウェットなんですね。これはですね、地味なんですけども、めちゃくちゃ気に入っていますね。まあこの時期になるとですね、結構使いやすいトップスとしては、ニット。これがですね、僕自身も大好きで、皆さんにご紹介することが多いんですが、まあ、個人的にはですね、ニットはですね、めちゃくちゃたくさん買ってきたんですね。もうバリエーションはすごくたくさんあるので、ちょっと気分変えたいなということで、まあ今年はスウェットが欲しい。 と思っていたんですがその中でたまたま寄ったですねスティーブンアランで気に入ったのがこちらのトップスだったんですね結構特徴的なスウェットになっていましてちょっとスウェットなんだけどもそんなにこう生地が厚すぎないのでロン T 以上スウェット未満ぐらいのですね厚みこのあたりがすごく気に入っているのとあとは襟元ですねここを見てもらいたいんですけども少し高めになっていますよねまあ、モックネックとクルーネックの中間 ぐらいいいですねちゃんととと首元にフィットしてだらしてななく見えないというところこの辺りもすごくいいなと思っています。あとは肩もですね、ちょっと落ちていまして、まあ、立っていますね。まあ、こんなちょっと緩めのシルエットになってるんですね。これでですね、サイズは S になります。今僕はタックインしてるんですが、結構長いんですよ。出してみますね。 まあ出すとですね、結構長いので、僕は結構タックインして着るようにしているんですが、実際はこれぐらいありますね。うん。まあ出してきても全然いいんですが、まあちょっとコンパクトにね、入れたぐらいの方が個人的にはいいなと思ってるんですね。で、色の雰囲気もやっぱり絶妙ですね。まあスティーブ・アランっていうのはちょっとクラシックな顔にのするブランドなので、まあ色の表現ですね、このあたりにはすごくこだわりを感じるんですね。オリーブなんですけども、ちょっとグレー味がかった ような非常ににバランスのい,いオリーブななっててましてなんかやっぱり服が好きな人にとってはたまらないところをついてくるのがスティーブン・アーランというブランドかなと思います僕自身ですねこのブランドは大好きで普段着の中でスティーブン・アーランって結構使うことが多いですねいわゆるセレクトショップのオリジナルよりは少しだけ価格は高いんですよただ高すぎないんでセレオリの プラス1割とか2割弱ぐらいのイメージで変えて、なおかつ素材使いだとかデザインのディティールだとかはかなり凝っていて、通向けなんですよね。 だけども、決してやりすぎてなくて、ベーシックで使いやすいというところもしっかりあるというところでは、スティーブン・アーランって僕の中では、私服として着る上ではですね、ひょっとしたら一番しっくりくるぐらいのですね、ブランドかなと思っています。まさにこのアイテムなんかは、決して派手さはないんですけども、 こだわりのポイントたくさん詰まってまして、襟周りの高さだとか、素材。これ結構ね、肌触りもすごく良くて、滑らかなんですよね。着ていて全くストレスがなくて、なおかつ色の表現が非常に曖昧で、クロード好みのですね、一着に仕上がってというところ。そこがもう本当に気に入ってますね。まあこれ一枚で着るというよりは、この上にですね、ライトのアウターを着たりだとか、あとはですね、綺麗めなちょっとコートを着て、ちょっと内側はこのようなスウェットで少し外して してみるだとか先ほどご紹介したダイヤのダウンをこの上に羽織るのもいいと思いますし、まぁ、あ、様々な使い方ができるかなと思うので、このスウェットを非常に買って良かったかなと思います。まあ、正直ですね、初級者向けのアイテムというよりは、ややー向けのアイテムかなと思うんですが、価格もですね、9900円ということで、1万円以内で買えるというところでは、セレクトショップのオリジナルと本当に変わらないぐらいで、非常に凝ったものが買えるので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 ラスト5点目ですね、購入したのは、 久々、ボトムスですね。僕はですね、基本的に皆さんもご存知だと思うんですが、上半身のアイテムにですね、力を注ぐ男なので、今日も比較的アウターだとか、T シャツだとか、あとはスウェットだとか、上半身のアイテムが多かったと思うんですが、久々にですね、納得できる最高のボトムスを発見したので、まあ、皆さんにもご紹介ができればなと思います。こちらはですね、アーバンリサーチで購入しました、グラミチと、 あとはですね、ローワーケースというですね、クリエイティブチームと呼んだらいいんですかね。元ビームスの梶原さんという方が立ち上げたローワーケースのコラボレーションで作ったこちらのですね、ワイドテーパードスラックスというパンツになります。これがめちゃくちゃ良かったです。僕自身は正直これ知らなかったんですね。最初に知ったのは僕はですね、常々こうメンバーシップチャンネルというのをやってますよっていうのを皆さんにお伝えしてるかなと思うんですが、だいたい週1ぐらいでライブ配信 そうすると、僕からこう、情報を出してるだけではなくて、結構皆さんから質問いただいたりするんですが、その中で、アーバンリサーチからリリースされているグラミチとローワケースのコラボどう思いますかという形でお伝えいただいて、えー、そういったものがあるんだと思って検索したら、もう良さそうだったんですね。めちゃくちゃ良さそうだなと思ったので、これは実際にお店に行って体験してみたいなと思ってですね、試着をしてみたところ、めちゃくちゃ良かったので、そのまま購入してみました。まあ着用し ですね、こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、もう名前にある通り、ワイドテーパードスラックスということで、腰回りだとか、肛もも回りにはゆとりがあるんですね。だけども、そのままワイドでストンと落ちるのではなくて、膝下からはテーパードをかけているので、そんなにだらしなく見えないんですね。このあたりの見せ方がもう絶妙で、まあ言ってしまえばですね、ユニクロのタックテーパードパンツ、これを想像してもらえば、非常に近い形かなと思います。まあ、僕はタックテーパードパパドンツ 大好きで、もう週に何度も履いてるぐらいなんですが、そちらのもうちょっと上位互換バージョンとして、これはですね、非常に満足度が高いと思いますね。まずは素材としてはですね、こちら、ウールとポリエステのコンボになってるんですね。まあ、ユニクロのタックテーパードは、基本的にはポリで作られているんですが、ウールが混ざることで、表面の微光沢の雰囲気だとか、質感ですね、このあたりが、さらに磨きがかかっていて、満足度が非常に高い一歩になってますね。色合いもすごく良くて、 くてこれはででですすすねねチャコーールといいいいうう表記なななんんがほぼブラックに近いような深い深いグレーなんです、ね、この辺りの色の表現がすごく良くて、よく見るとちょっとこう木感があったりして、この辺りのですね、平面的にならない質感もすごくいいですし、あとはセンタープレスもちゃんと効いていて、グラミチのボトムスなんだけども、ドレスライクに見えるというところも含めて非常にバランスがいいなと思います。 そして、すごくポイントになるのがですね、グラミチらしい腰回りですね。このようにですね、ベルトが付いていて、ちゃんとウエストが調整ができるというところ、これがめちゃくちゃ便利なんですよ。僕が一つ懸念してたのは、こちら、S サイズがないんですね。M と L、XL の3サイズ展開なので、ちょっとウエスト合わないかなと思ったんですが、ちょっと緩めの感じなんですけども、ベルトでギュッと締めれば、全く問題なく活用することができるので、これはすごく使い勝手も 良かったですしっっかりと360度ゴムも入ってるので、ね、この辺りも含めて着脱は楽なんですが、割と素材使いだとか、あとはシルエットだとか、このようなセンタープレスが効いてるところは、まあドレスライクな雰囲気もあるというところ。この辺りのですね、バランスがもう絶妙すぎて、これ2本欲しいなと思うぐらい完璧な仕上がりでした。僕はチャコールグレー買いましたが、ちょっとこれはね、えっと、ブラックもあるので、買っといた方がいいですね。で、記事的にはですね、正直 正直こう、厚くもなく、薄くもないんですよ。一応秋冬のシーズンにリリースされているので、まあ、これからの季節でも履けるという立て付けかなと思うんですが、ただこれ夏に履いても全く問題がないぐらい、あんまり厚みがないので、まあ、これはですね、僕は通年で使っていきたいなと思ってるので、もう一本買っておいてもいいかなと思います。なので、まあ、ブラックこの後購入しようかなと思うぐらい、もう大傑作なので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。まあ、正直タックテーパードパンツの ダークグレーもすごくいいので、あれでいいです。基本的にはあれでいいんですが、ただやっぱユニクロのもので履いてる人もたくさんいるよなっていうようなイメージが頭の片隅にあるので、それをちょっとアップグレードしたいっていう気持ちもあったので、まあ、そういった僕と同じような思考性の方には非常にハマる一本かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、僕が最近買って良かったものですね、皆さんに5点ご紹介させていただきました。まあ、どのアイテムに関しても、僕が普段ご紹介しているアイテムよりは、ちょっと単価も上がりますし、あとはですね、表現としても、ちょっとコアなものが多かったかなと思うんですね。ただ、僕自身は、正直そこまでですね、エッジの効いたものが好きというわけではなくて、ベーシックプラスアルファのトレンド性というところがすごく好きなので、普段のアイテムからの 延長線上でトライできるものも多かったかなと思うんですねま値、あ、段もぶっ飛んで高いというところまではいかないので頑張ればギリギリ買えるかなというところで僕自身も買い物しているのでまぜ、あ、ひ皆さんもですね気に入ったものがあったら下の概要欄にですね在庫があるものに関してはリンク貼っておきますのでチェックをしていただければなと思っていますまあ、このような形でちょっとコアなアイテムに関しては僕のメンバーシップチャンネルでガンガンに解説をしていますまあ、特にダイオーダウンなんかはもう在庫が少なかった ので、僕も早めの段階でメンバーシップのチャンネルでご紹介なんかもしていましたまあ、そんな形で結構コアなアイテムをどんどんご紹介してるのでまあ、気になる方はですねメンバーシップチャンネルの方も月590円そんなに高くないのでぜひチェックをしていただければなと思っていますまたなかなかですね動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンも開催をしていましてこちらはですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートをガンガンご紹介していますこちらの中でもですねダイワの商品だとかあとは今回ご紹介したニューバランスとスニー,カーと とか、そういったものはもうリアルタイムでどんどんご紹介しているので、気になる方はですね、こちらも概要欄からチェックしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山口でした。また次回の動画もお楽しみに。